どうもついちゃんことついのぞみです。はい、今回はですね、結構コアのご飯見たいですっていう声が結構離乳食の時からちらほらあったんですけど、なかなかこうね、あの撮影することができなくて、であのコメント見てたらコアの1週間のご飯が見たいですっていうコメントがねあったんですけど、ちょっと1週間はなかなかね撮る自信もなかったのでちょっとあの1日のコアのご飯からちょっと挑戦して撮影してみようかなっていうことで、コアの1日の朝昼晩のご飯のね撮影をしてみました。なので興味のある方はぜひ最後までご覧ください。それではスタート。スジチャンネル。はい、今日のコアの朝ごはんはこれね、あの前に動画で紹介したバナナケーキです。これをあの型がさなくて、今回さシフォンケーキの型で作っちゃったので、形がちょっと微妙なあの円状の形なんですけど、まあ一口サイズに切って、でいちご、もうね朝は基本的に本当にめちゃめちゃ簡単すぎるメニューです。したら今日はねこのちっちゃいぶどうもいるので、ぶどうの皮を剥いていきます。そしたらもうあとはヨーグルト、はい、今日の朝ごはんはこんな感じです。もうね紹介するほどのものではないんですけど、まあ一日のご飯っていうことで、はい、入れさせていただきました。今日の朝ごはんは、はい、こんな感じのメニューです。はい、コアさんいただきまして、いただきまーし。はい、いいよ。カシャさん、なーに？しなに？いちご。さあ。なに？ぶどう。ぶどう。さあ、ぶどう。なに？バナナチェーチ。なに？ヨーグルト。どんな？ヨーグルトは飲み物みたいな。ヨーグルト好きね。ぶどう？赤いのはいちご。そう、それぶどう。ぶどう？わざとやってるでしょ。そう。パン。そう、バナナパン。バナナパン。そう、バナナパン。めっちゃカメラ目線。うまい。うまい。よかった。取れる。取れる。あ、上手。じゃあゆっくり食べてください。ではお昼ご飯をね作っていくんですけど、今日は豚バラを使って肉巻きおにぎりを作ります。はい、でほうれん草を茹でて、お肉はこんな感じ、おにぎり。でこれをよいしょ、ごま油を敷いて焼いていきます。そしたらもう焼肉のタレで味をつけます。
で火を止めてちょっとこのまま放置。はい、盛り付けていきます。よいしょ、じゃん。アンパンマンとドキンちゃんを置くと、はい、ご飯できたよ。はい、ここに刺して、はい、こんな感じで小屋さんのお昼ご飯完成でーす。よいしょ。はい、ということでお昼ご飯こんな感じで食べてもらいたいと思いまーす。食べよう。はい、いただきます。いただきます。どうぞ。それ違う、それいちごだよ。いちごから食べないよ。いちごから食べます。ドキンちゃん、うわー、そっち。うん、あーむ、あんこもうめ、うまい、よかった。お母さんお口拭いて。うまい、よかったです。これ何？これほうれん草。うんと、そう。何？卵。こんこんこん。そうそうそう、パチャって、そう、こんこんこんパチャってやるのよく知ってるね。何これ？卵。こんこんこんパチャ。そう、よく見てる。何？何これ？卵。こんこんこんパチャ。おいしいね。おいしいね。はい、そして夜ご飯を作り始めています。はい、豆腐。はい、今夜はこんな感じで麻婆豆腐を作っていきます。で、ご飯は多分ね、このまま麻婆豆腐丼にしようと思ってて、大人はエビチリをね別で作るんですけど、まあエビチリはコア食べれないので、こんな感じで麻婆豆腐丼を作っていきたいと思います。バイバイ。はい、夜ご飯です。いただきます。あむ、うん、さん、おいしい。おいしい。はい、ということでこんな感じで、コアの朝昼晩ご飯をね、あの食べてるんですけど、もうね、あの離乳食っていうよりは割と本当大人と同じメニューを食べるようになってきたので、すごく楽になってきました。ただやっぱりこう手づかみ食べとかが多かったりするので、そうだな、ちょっと細かくしたりとかっていうのはあるんですけど、でもほぼほぼもうみんなと同じご飯をね食べてるので、あんな感じでワンプレートにして出すことが多いです。またね、今後もこの動画が好評であれば、また違った日の
コアの一日のご飯やってみたいと思います。なのでこの動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いします。そして私はブログとインスタ、そして TikTok やってますので概要欄の方からチェックしてみてください。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。